タカチャンネルをご覧の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。大井タカハルです。本日はこちら、じゃじゃーん、大井タカハルの無敵の麻雀というね、こちらのですね、補足動画をしていきたいと思います。僕はね、常日頃からこの麻雀本は書きたくないと言ってるんですよね。これなんでかっていうと、今の自分の気持ちをこう書いたとして、次の日にはもうなんかそれ補足したいなとか、これ違うんだよなとか、これもうこういう風に変わっちゃってんだよなとか、そういう風にね、日々日々書いたものを訂正したくなっちゃうんですよ。なので今回もですね、まあ前回ほどじゃないですけど、まあこう読んでいきながら付け加えたいところだけ付け加えていこうかなと。ぜひですね、本をですねお買い求めいただいて、一緒にこの動画と見ていただくと、より僕の思いが伝わるんじゃないかなと。もともとね、人間の思考って100あるとしたらね、文章にするなんてね、もうせいぜい 30% 程度しか、30% 程度しか伝わらないんですよね。で、言葉にしたって半分も伝わらない。そんなものなので、あと、麻雀の戦術本っていうのは、全部丸々新しい知識なんてもうあるわけがないので、まあ、この本からですね、まあ、一つでも、まあ、三つでも、なんか新しい、あ、それ知らなかったなっていうようなことが知っていただければですね、もうそれで当たりだと思っていただければいいと思います。これも全部新しい知識が入ってるわけじゃないので。なんかこれもすごいんだよね。4年連続200ポイント達成した最強 M リーガーのみたいな。戦わずに勝て、結構戦ってんだね。はい、竹翔さん好きなんだよね、こういうのがね。戦わずに勝てって言って、お、戦わないで俺110万点は稼げねえと思う。まあ一旦いいか、まあいいか。こういうなんかこうインパクトのある言葉好きだよね、編集者って。はい、戦ってるよ。まあね、あとね、全部読んでいかないよ、それ本買う意味なくなっちゃうから。うん、まず初めにのとこでね、ちょっとね、誰かの麻雀を下手だ、こいつ下手だなとしか思わなくなったら成長止まります。はい。変わった人がいる。自分と全然違う人がいる。それを下手だと思わずにですね、なんだこの麻雀と。興味を持つようにするといいですね。これどんなゲームでもそう。スポーツでもそうだよ。例えばゴールキーパーの人がさ、点取り屋のね、フォワードの人選手に対してさ、なんだそのプレーはってしょうがない。それぞれの役割、それぞれのやり方っていうのはあるからさ。ね、野球だってそうでしょ。ピッチャーの人が外野手の人のね、プレーをいちいち批判したらしょうがない。その人に合ったプレー、それから練習っていうのがあるからさ。だから人に興味を持った方がいいよ、もう少し。これね、下手くそだって思うのってね、意外と他人に興味がない人でね、そうなるとね、もう麻雀終わり。うん、まあ、そんな話が初めにに書いてあります。そして目次行って、まあ最初に12ページからいきますか。麻雀をやらない曲、もうこれですよね。僕の麻雀はよくね、守備的だなんて言われるんですけど、麻雀ってのはとにかく4人でやるんだよ。ちょっとね、1対1の競技にみんなね、やりすぎ。2回に1回勝てんじゃねえかって思いすぎ。勝ち負けでチャラだと思わない方がいい。勝ち負けでチャラだから。そこをちょっと勘違いしすぎ。だから、上がりなんて 20% しかないの。1人。で、流局が 20% あるから。上がりは1人 20% っていうことは 80% は上がれないの。その上がれない曲に何すんだって話。ここをね、ちゃんとやった方がいい。だから今13ページの手配もらって、こんなね、ドラもなくて一メンツもない。そして9万が統一であるから泣いてもいけない。こんな手でいちいちブックブックに全部自配切ってったら、それは負けますよ。これもスピード的に言ったら、もう相対的に4人で言えば一番ビリなはず。それから打点の魅力もビリ。ということは期待値的に4人中ビリってこと。だったらこの曲は最低の収支で済ますべき。最低限の収支っていうか。っていう話がね、書いてある。で、15ページに書いてある、その自分に赤やドラがない時。ね。イコール相対的に相手にドラや赤がいってるってことになる。だって最初から赤が3枚とドラが4枚、7枚入ってるうちの全員に最初からドラが1枚もないなんていう方がレアだからね。うん。そして相手の手のね、トンチョン、トンチュン、チーマンの人も早そうだし、チーソー切ってる人も早そうだし、ドラ表示のチーピン切ってるも早そうだし、みんな早そうだよね。そこで相手の方がスピードが上なんじゃないか。でこの辺からもう守備を意識しなさい。この時にね、まあちょっと補足させてもらうと、ハイパイで
10点満点でいい、最初は。僕は100点満点で今つけてるけど、10点満点でこの手が何点かっていうのを決めた方がいい。僕はこの手を4点、3点か4点だと思ってる。で、これをね、お友達を作って、たくさんの人と、この手って何点だと思うってやった方がいい。例えば5人でお友達作って、5人でこの手を何点だと思うって言って、で大体の人が3点ってつけてるのに、自分だけ5点って思っちゃったら、それは自分がポジティブすぎ、攻めすぎ。逆に自分が1点だな、他が3点だって言ってるのに自分はこんなの1点だよって思っちゃってるのはネガティブすぎで、それはもうね、風呂率とか上がり率とかトップ率が少なすぎる。その辺のバランスマジで大事。どんなゲームでもそう、一人でやったって限界がある。友達作った方がいい。そういうことをね、入れてった方がいいよ。まあ最初だからね、最初の1勝目だからちょっと、なんていうの、いろんなこと喋りましたけど、はい、そんな話をしています。18ページいきます。次に、通った筋で待つ。通った筋で待つっていうのは結構大事ですね。リーチあるいは仕掛け、双方に言える話なんですけど、例えば5が通ったら2と8、筋が通りやすい、両面で当たらなくなるっていうんで、いくらね、上級者でもやっぱり筋っていうのはどうしても追ってしまいます。これは本当、特にリーチ後のローピンが通ったから3ピンが当てるとかね。あるいは誰もリーチしてないけど、だって今ウーソーが通ったらパースは通りやすいっていうのはやっぱりね、どうしても追ってしまう。そこでね、実践譜で20ページぐらいかな、わかりやすいのでいくと。20ページで今こんな手でハクポンしていきました。親なんでね、まあギリギリ上がっていきたい。上がりに行きたい。っていう時に、何がじゃあ上がれるんだろうって言った時に、今ローピンがこう通ったわけだよ。トイメンがローピン切って。ローピン通ったから、じゃあこれ3ピン出るんじゃない、今数ピンの手出しを入れても3ピン出るんじゃないと思ったんだよね。その辺の話を今ね、細かくね、ここで書いてあるんだけど、でもっと深くっていうところでね、書いてあるんだけど、やっぱりね、いくら数ピンの手出しを入れたからって、そのどんな上級者でも3人をマークするって大変なんだよ。ローピンが通りました。数ピンを手出ししました。数ピン手出したからやっぱ今度はもうローピン通らなくなってる。なってるとはいえ、そのローピン切った人にはローピン通ってるわけだから。ここでね、結構出やすくなってしまうんだよね。絶対ベタ折りしてる人。この下茶の勝松選手ね。こういう人からはもう3ピンだからあ出ないんだけど、まあ、堀さんは転敗して数ピンを、3ピンをパッと切ったんだけど、これもね、リーチには、もしかしたら3ピン切らなかったかもしれないけど、この辺のね、イーシャンテンからテンパイ、テンパイから上がりに向かうときに、やっぱこの出やすい牌っていうのを将来考えた方がいいね。で、この人読みに関しての話はね、別に大衆というか皆さんに人読みの話をしてもしょうがないかなと思う。人読みっていうのは、その、僕は限られたメンバーの中で、M リーグで30何人の中でずっと1年間戦うんで、あるいはもう一生戦うかもしれないメンバーっていうのがいるんで、その人の研究を深くするっていうのはまあ普通のことなんだけど、普通の人ってそんなにやんないじゃん。例えばネットマージャンの団員戦やったり、マージャン店とかマージャン大会出て上位の成績を収めたいっていう人が人読みの勉強してもあんまりね、なんかこう成績に直結しないんでね、その辺はまあ無視していきましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。